唐揚げっていうのは肉にこのままお塩とかをして、これが竜田揚げの最大のポイントで、レシピそのままにちょっと今回公開したいと思うんですけど。美味しそう。そうでしょ。こんにちは、店長です。今回は、本当の竜田揚げの作り方について、お伝えしていきたいと思います。竜田揚げって一般的に、皆さん言うし食べてると思うんですけど、なんで竜田揚げっていうのかって多分あんまり知らないと思うんですけど、知ってる？あ、確かにあんまり考えたことなかったですね。よね、なんか衣のなんかこうドラゴンみたいな感じですかね。ドラゴン竜だけにうん、まあまあそれかもしれないけど、僕が知ってるのはそうじゃなくて、いろいろこう説はあるんですけど、まあ竜田揚げこういった状態が本当の竜田揚げですよっていう、まあせっかく食べるから、まあ、美味しさも当然そうなんですけど、やっぱそれにその裏にある背景とか人の思いとかいろいろあると思うんで、まあ、本当にこういう状態がちゃんとした竜田揚げ、本当の竜田揚げなんですっていうことを今回お届けしたいと思います。このチャンネルではこのように自宅で簡単に再現できるようなプロの技、ご家庭の料理が手軽で美味しくなるようなプロの技をお伝えしてますので、ぜひチャンネル登録といいねボタンご協力お願いしたいと思います。でそれでは早速竜田揚げ、本当の竜田揚げ作っていきたいと思います。今回使う材料は鶏もも肉を使っていきたいと思います。で鶏もも肉を今回2枚使います。だいたい1枚が 220g とか 240g とかあると思うんですけど、それを2枚使っていきます。あらかじめ6等分してます。1枚を唐揚げっていうのは肉にこのままお塩とかをして下味をつけて、片栗粉とか小麦粉とか、まあ、衣をつけて揚げるのが、まあ、一般的に唐揚げで、竜田揚げっていうのはこういう液体状のものに漬け込んで、まあ、マリネするっていうんですけど、漬け込んで、その状態から揚げていくものを、まあ、竜田揚げと名前で言うと言います。ということで、このマリネ液に漬けていくんですけど、このレシピも今お店で出してる唐揚げのレシピそのままにちょっと今回公開したいと思うんですけど、薄口醤油が 50g、 同量の料理酒が 50g、 薄口醤油 50g に料理酒が 50g、 それにスーパーで売ってるすりおろしのニンニクとか生姜でいいと思うんですけど、それ代用してもらっていいと思うんですけど、ニンニクのすりおろしと生姜のすりおろしも同量で10g ずつ入れてもらいます。でそこにごま油を 30g 入れます。それで合わせたものがここにあります。でここに肉をまあ普通にこう漬け込んでいきます。このようにこれ約2枚分ですね。鶏もも肉が2枚分で漬け込みます。で下味というか味付けはですね、もうこれだけなんで、もうものすごく簡単なんですよ。じゃあ漬け込んだからといってすぐ味が染み込むかっていうと、そういうことはないので、実際はこの状態のままラップをしてもらって、まあラップでもいいで、まあタッパーでもいいんですけど、このまま一晩寝かせてください。でどうしても夕飯で作りたいっていう時があったら、まあ、せめて2時間はちょっと寝かせてほしいなと思います。ただ一晩寝かせてもらうとものすごく味が均一に浸透して美味しい竜田揚げができるので、この状態で、まあ、一晩冷蔵庫で寝かせてもらうという方法をとってください。今回は一晩寝かせたものがここにありますので、これを今日使ってこの後の竜田揚げの本当の揚げ方について説明していきたいと思います。で実際こう先ほどと同じ同量でやってるんですけど、見た目全然違うと思うんですよ。こういうふうに液体と肉と分かれてるのと、少しちょっと一体感があって、まあ、肉に染み込んでるな感が伝わるとちょっと嬉しいんですけど、まあ、この状態で、取り出します。わざわざ皮とかも処理せずにそのまま使ってますんで、
まあよほどこう皮が苦手という方は外してもらってもいいんですけど、まあ、僕はもったいないなと思うのでそのまま使ってます。でこの状態から、実際に衣をつけていくんですけど、さっきつけだれにつけてるのでなんで、まあ、濡れてるんですよ表面が。でこの状態のまま、今回は片栗粉をつけるんですけど、片栗粉をつけるとベトッとなっちゃって衣がガリッとこうちょっとこう歯ごたえが強すぎるガリガリッとしたあの衣になっちゃうので、キッチンペーパーで余計な水分というか余計なタレを拭いてもらいます。綺麗に。そしてキッチンペーパーで押さえる。キッチンペーパーで押さえる。余分な水分をこうして拭いてもらいます。でここにだいたい先ほどお伝えた鶏もも肉2枚今日仕込みましたけど、そのうちの1枚分いわゆるまあもも肉6個分ぐらいで、6等分するんで、それに対して大さじ1杯の片栗粉をまぶします。その鶏もも肉まあ6、まあ1枚分に約1枚分に大さじ1杯の片栗粉なんでこれぐらいです。いやこれ少ないだろうと思うと思うんですよ。全然全然まぶされてないけどと思うと思うんですけど、ここが確かに もっとなんか入れるイメージあります。そう、これが竜田揚げの最大のポイントで、この少ない片栗粉でこうまぶします。こうやってこうまぶします。こうやって、うん、これぐらい。え、全然絡まってないけどと思うと思うんですけど、この状態で揚げていきます。で実際揚げていきます。で、油はですね約170度から180度ぐらいの油で、鶏もも肉を6等分したぐらいの大きさで6分揚げますで6分揚げると竜田揚げが出来上がるんですけど、まあ、ちょっとその状態を見てもらいながら、どういう状態が竜田揚げなのかっていうことをご説明していきたいと思いますので、この状態でちょっと6分待ってみましょう。はい、じゃあ今5分経ちましたんで、揚がりました。実際にこう揚げてみるとこんな感じですね。こういう、まあ、こんがり綺麗に揚がってると思います。美味しそう。美味しそうでしょ。で、まあ、なんでこれがその本当の竜田揚げか、今日お伝えしてる本当の竜田揚げかっていうと、これ見てもらうときにこの白いところ、白い部分とこういう黒いところ、こういう黒いところと白いところ、はい、これが結構まだらにこうなってると思うんですよ。まだら模様みたいな感じにこうなってると思うんですけど、まあ、それがまさに竜田揚げって言われるゆえんで、さっきみなちゃんはその竜竜みたいな、はい、ドラゴンで、ドラゴンの揚げ方、ドラゴンの鱗じゃないけどなんかそんな感じって言ってましたけどじゃなくて、奈良県に竜田川っていう川があって、でその、まあ、イカルガ町っていうところにあるんですけど、その竜田川っていう川があって、その川がまあ、秋になると紅葉で、まあ、落ち葉というか紅葉にシーズンになるとその川にその紅葉がわーっと落ちるんですよ。こう葉っぱがわーっと、はい、だからこう葉っぱがわーっと落ちてその川が流れていく、そのまだら模様になっている様子を見て、まあ、まるでこういう上がってるねマリネして、つけだれにつけて片栗粉をつけて、こういうまだら模様に上がってるのがまるで竜田川のようであると、こうブワーッとこう紅葉になると流れるわけ。それを見て竜田川、竜田揚げっていうふうになった。へえ、そう、初めて知りました。そう、これが本当の竜田揚げ。なんかそういうエピソードを聞いて、うん、こう竜田揚げを見るとやっぱね、実際その光景も見たくなりますね、うん、そう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 、でも絶対見た方がいい。そのブワーッと流れる、こう川に、うん、
紅葉が、いいな、私も見てみたいね。いや絶対見た方がいい。店長も実際見られたんですよね。で俺は見てない。え見てないんですか。見てないけど、うん、そのそういう景色は浮かぶ、すごく。あ、イメージで。イメージはすごく浮かぶ。もうこう持っててこのまんまやん、このまんま見て。なるほど。これこれこれ。あ、これですね。これこれ。まるで竜田川のようでやる。なるほど。ね、こういう風なまだら模様に流れてる。そう、僕はまあごめんなさい、実際行ったことないんですよ。本当は行ったことないんですけど、いろいろ調べてもらったら分かります。竜田川っていう川があって、まあ、イカルガ町っていうところがあってですね、そこもあの熱心にそのプロジェクトもしてますんで、ただ、僕が飲食店を、まあ、自分でする前ですね、実際にこうまだアルバイトぐらいの時代にあの料理の先輩がいて、その先輩がなんで竜田川って、竜田揚げってこんなこと言うか知ってるかって言われて、でこういうエピソードがあるんだということを聞いて、やっぱその料理は一つ一つなんかそういうエピソードもあって面白いなと。ただ食べるだけじゃなくって、でもそういうエピソード知ってるのと知らないのと、やっぱそのプロとして、まあ、知ってた方がいいし、知ってる方が楽しみ方の、 あの幅も広がるんで、今日こんな感じでお伝えしたんですけど、あのもう本当行ってないんで申し訳ないんですけど、ただあのもし行く機会があったら見てみてください。ぜひあの片栗粉をつけすぎず、あの今日の量を守って、自宅で作る時にはやってほしいなと思います。いかがでしょうか。今回の動画は以上になります。また別の動画でお会いしましょう。バイバイ。じゃあいただきます。このね、こういうまだら模様がいいんですよ。うん、やっぱり1日つけるとしっかり味が染み込んでいいのと、あの片栗粉をつけすぎないことで、あの衣が全然ガリガリしないんで、あの最高に美味しいんで、ぜひ皆さん試してください。